おはようございます。ということでラスベガス3日目ですね、はい、本日はですね、トーナメントがあんまりいいのはやってなくて、300ドルの、ちょっとちっちゃいね、 WSOP の中では多分一番ちっちゃいんじゃない、ちょっとこちらはね、レイトレイジで、最終ブラインド、レイトレイジが16時半なんですけど、今ね、時刻が16時なんで、今からねエントリーして、多分ね 15BB とかそんな感じだと思うんで、ちょっとね一発目のトーナメント、300ドルで少しねかなり安めなんで、運試しみたいな感じで、やっていこうかなと思います。はい、なんかもうすでに会場寒いな、ちょっと服装間違えたかな、すでにちょっと寒いんだが、はい、ということでね、一発目のトーナメント300ドル出してます。で、会場にね、サッキングチャンネルに出てくれたトゥンさんがいますね。どうですか調子は。いや、調子クソです。クソか。会場こんな感じ、ブラック82番、あっちやね。じゃあ頑張りましょう、またバイバイ。はい、ということでね、ブラック82番3万点の命をもらいました。 10BB らしいです、今ここですね、82番300ドルのグラディエイト・オブ・ポーカーレイトレジストで入っております。なんとエントリー数驚異の8475人、ブラインドが12500のアンティニー2500でマジャキン3万点でエントリーしましたんで、 10BB ちょっとしかないですね。 12BB ですか、 12BB しかないです。頑張っていきましょう。あいやはい、ということでね、4ポケでプッシュしたら、エース3にね、ゴールされて、クラッシュドローついたんだけどね、惜しかったね。はい、ということで、残念。次の日になりましたね。はい、昨日ね、あの後、ちょっと、サイドギャンブルで、サイコロ振ったり、カードめくったりして、お金がね、なんか増えました、すごい。2、3000ドルぐらい。3、40万円ぐらいなんか増えましたね、昨日ね。ペタロウ君たちとこう遊んでて、今日は800ドルのホールデムと1500ドルのミックスゲームあるんですけど、WSOP じゃないとはミックスゲームのねトーナメントってなかなかないんで、ここでちょっと一発、1500ドルっていう安くはないんだけど、全然WSOP にしては安いというね、1500ドルの、ミックスゲームのトーナメント今日はね出たいなと思ってるんですけど、現在時刻が、12時ぐらいで、トーナメント開始まであと2時間ぐらいあるんで、それまでちょっとキャッシュゲーム、ちょっと打ちたいかなと思ってます。はい、これがね、パリス側の WSOP の会場方面でございますね。5ドルでトランプ買えるのか、1個買っとこうか。黄色い悪魔いないか。で、あの奥の方のあのキングスルームってところがキャッシュゲームの卓ですね。これがね、キャッシュゲームのハイレートのキャッシュゲームの専用のルーム、キングスルームってところですね。510以上のレートはここになりますね。フィルアイビーとかダニエルネグラノとか。Thank you.
ということでね、2時間ぐらい打ちましたね、プラス500ドルぐらいでちょっと今ね終えることができました。なんかそこまで大きいポットもなく、A10 をねホールドできたのが良かったかな。いや、かなり際どいところで、スロープレイされてたから相当 3連発打たれたら結構危なかったかもね。逆に、フロップチェックからのターンベッド、リバーベッドはかなりスロープレイしたかターンでフラドルついて打ったかってとこなんで、ちょっと両方負けてるかなって感じしましたので降りましたが、良かったですね。印象としてはなんか3ベッドみんな結構降りないなっていう、もうライト3ベッドするのやめようかなと。ただ結構フロップ以降みんなかなり降りるんで、言うてそこそこのハンドで3ベッド主力なのかなっていうのもあるんだけど、エースデュースとかエース10とかその辺が結構境界線のハンドが、3ベットしても絶対コールされるからっていうのはありますね。97スーテッドとかも3ベットしたんだけど、あんなにサクッとコールされるんだとちょっと今後考えちゃうね。はい、ということで、この後はですね、1500ドルの8ゲームっていうねミックスゲームのトーナメント出たいと思います。ミックスゲームはね全く得意じゃないです。はい、ルール分かってますっていう感じで全く得意でもなんでもないんですけど、言うて面白いっていうところと、ダブルス OP じゃないとねこうミックスゲームのトーナメントなかなかないんで、パリスの59番の1セーブここですね。はい、じゃあここ、チップを受け取りました。さあミックスゲームのトーナメントということでね、頑張っていきたいと思います。テキサスホールデムでフラッシュオーバーフラッシュでチップが増えましたね。いい感じ。開始からね、4時間が経ちましたね。4時間経って休憩中、今休憩中にチップがね、チップが2万5000点スタートで始まって、途中ねもう5000点ぐらいまで減っちゃったんだけど、そっからね盛り返して今3万5000とかあるんで、初期スタックより持ってます。ナイス。このトーナメントね、どういうトーナメントか紹介すると、8ゲームって言って、ノーリミットテキサスホールデムってね2枚でやる、みんながねいつもやってるゲームの他に、あと7種類オマハハイロー、なんだかとかいろいろあるんですけど、一応ルールは全部わかってるし、一応ベーシックな戦略もわかってるんだけど、なんかベッドサイズとかね、なんかライブでやるのはなかなかね経験がないんで、ちょっとね試行錯誤しながらやってね、ちょっとねルールは完全に思い出しましたし、最初の方はちょっと頭がねいっぱいいっぱいでした。いろいろ考えることが多くて、ちょっとね慣れてきたんでいい感じです、休憩してこの後もね戦っていきましょう。はい、8時間が経過しました。8時間もミックス打って疲れたよ、かなり。ちょっとね時差ボケもまだ治ってないっていうところもあって、かなりね今日ね早起きしちゃったんで、この2時から今ね現在時刻10時ぐらいなんですけど、1位の賞金がなんと198,000ドル、約2700万円、でかすぎる。さあ残りね今ね789エントリー中、384まで来てますね。でインザマネーがさっき見た感じだと110何位とかだったんで、あと3分の1ぐらいか。さあ果たして3つ取ってしまうのか、マジャキンはミックスで。すごいですよね。800人近くエイトゲーム出てるんですよ。ね、今ね、最近は5万5000持ってるんで、アベレージですね。いい感じ。あれ？あれ？あれ？
お久しぶりです。お久しぶりです。はい。ご無沙汰です。あら、中村さんじゃないですか。はい。中村さん、まあ中村です。はい。中村さん、お久しぶりですね。はい、お久しぶりです。頑張りましょう。頑張りましょう。もう9時間ぐらいやってるんだけど、ここのテーブルで、ポーカー。しかも、なんかこの頭使うね、このいろんなゲーム、同時にやるから。テーブル移動になりました。70テーブルの6番。ちょっとね、チップかなり減らして半分になっちゃいましたね。しかもブラインドかなり上がってるんで、多分次のチャンスでポット取らないと死にます。逆に次取れば結構一気って感じ。もうかなりね、瀬戸際です。ここがね、決戦の地ですね。Let's put the cards here. Six or green or eight. Okay. Okay. Five, three. Ah, good. How much is it? No.ということでね、デイワンが終わりました、はい。789人中234位まで残りましたが、アベレージサックが8万4000点ですが、なんとマチョキンは1万8000点しか持ってません。なんと初期スタック以下ということで、はい、こんな感じ。深夜1時になっちゃいましたね。昼の14時からやって、いや、だいぶやったな。楽しかったのはいいんだけど、これ明日即飛びしちゃうね。これどう見てもラストハンドも勝負かけようか迷ったぐらい。まあでも、まあちょっとさすがに最後のやつ厳しかったから、本当に明日の初手で決まるって感じだな。上振れたい明日、なんとか上振れてくれ明日。次の日になりました。おはようございます。やばい、開始15分前に起きました。やばいよ、マジで起きた瞬間に出ましたけど、ただね、会場の真上に、止まってるんで、やばいっす。寝起き、マジで寝起き1分ぐらいきつい。中継とか、ファイナルテーブルがある。一番メインの部屋だね。さあ、あとね、残りマジで1プレー、2プレーだと思う。最初に引けなかったら即終了。あ、ありましたね、シルバー。はい、完璧。普通に飛んだ。いやー飛びました。いやー最後クラブ惜しいな、あずあっただけに。いやー普通に飛んだよ、残念。まあ楽しかったな、でも2日8ゲームやって。いやーあと少しだったね。そう、一旦部屋戻って体勢整えてから、1500ドルのトーナメントがホールデムのあるから、それに出ようかな。残念、バイバーイ。戻ってくるよ。パリスの会場戻ってきましたね。ということでエントリーしましたよ。1500ドルノーリミットホールデムフリーズアウト。これね、もう多分今から入っても 25BB ぐらいだと思うんだけど、部屋変えてね、シャワー浴びてちょっとご飯食べてきました。現在のブラインドが400-800なんですけど、次多分500-1000ですね。500-1000で、2万5000点なんで 25BB でいいんですね。エントリー1863人、大人気。はい、ではエントリーしていきましょう。207番なんでここですね。207番の5番。クイーン、ケイ、左も右もね、左はなんか1BB ぐらい、2BB ぐらい、右はちょっとカバーしてない。ダブルアップ
1時間半ぐらいね、着席して1時間半ぐらい経ちまして、ブレイク入りましたね。結構長いな、22分、あと22分あるブレイク。ブレイクで、チップがね、2万5000点から5万6000点になりました。めっちゃ増えた。はい、はい、テーブルチェンジになりました。8万点ぐらい持ってますね。次が195番、195番、こっちですね。はい、最後ね、9-7、9-6スートみたいので 20bb ぐらい突っ込まれて、いやなかなか気合入ってますね最後の人。まあ休憩、ディナーブレイク前で、まあちょっと突っ込んでダブルアップして帰ってくるかもなんかしたかったんですかね。とりあえず、いや今のビビったな、かなり。17万9000点ありますね今ね。でアベレージが9万点ぐらいなので、かなりいい感じじゃないかな。はい、残り313人、307人からインマネです。さあ残りね、あと6人からでインマネってとこで、アベレージが16万点ですね。マサキングは今24万点持ってます。アベ上でございます。はい、結構こんな感じ。バブル前のね、バブルあと2人ってところで、休憩に入ってしまったんで、会場のね、近くの、出口のところで座って休憩が終わるのを待ってます。はい、今ね、チップが18万点ぐらいで、ちょっとね、ラストハンド、休憩前ラストハンドちょっと失敗したかなって感じの、失敗したっていうか、なんかちょっと自分的にかなり弱いプレーだったなっていうところがあったんで、ちょっと反省がてら、ハンドレビューします。まあ、バブルまであと3人4人という状況だったんですよね。で、僕がまあカットオフで、相手がまあハイジャックからまあ2ビビオで、カットオフ7ポケ、自分持ってて、まあ、コールでもいいし3ウェットでもいいしって、まあ、コールする方が多いハンドだと思うんだけど、まあ、バブル前 で相手のね、相手の方を、ね、こっちが圧倒的にカバーしてたんで、まあ、かなりね、ここでのバブル直前の3ベットは相当相手もホールドするだろうと、思いましたんで、まあここはね、7ポケは3ベット今しました。あ、そしたらね、まあ、相手コールしてきたんですよ。で結構ね、まあこの状況、やっぱりバブルのあと3人ってところは、まあ、結構強いハンドでも、例えばエースジャックとかエース10でも、まあいいかっつって、ね、降りる人って多いんで、まあなんかそういうオフスーテッドのそういう、まあ、エース10とかエース9とかね、まあ、エースジャックとかその辺はちょっとないのかなと。まあ、結構強そうだなと思ったんですよ、相手のハンドが。まあ、本来、例えば絶対オールインするようなハンド、エースキングとかも、まあ、バブルだから止めてるって可能性もね、まあ、全然あると思うんですよね。っていうところで、まあ、フロップがキング6-2、キング6-2っていうオールスペードで、自分スペード持ってないという状況で、まあ、相手のチェックに対して5分の1 CB 打ったんですよ。でそれはコールされて、でターンがもう全然関係ない3のダイヤ、でちょっとね、まあ、状況はまあ変わってないというところで、ターンチェックチェックで、リバーが2のハート、まあ、これも全く状況変わってないですね。でチェックに対して、まあチェックしてしまったわけなんですけど、まあちょっと思ったのが、あ、いや、まあ多分いわゆるオプティマルなその GTO 的なプレーだとちょっと見てないから分かんないけど、多分マチャキの動きと別に合ってると思うんだけど、まあ、何を、ね、反省してるかというと、やっぱり相手ね、かなりあのバブルあと3人ってところで、まあ、その人がバブルをどう思ってるかわからないけど、基本的にはかなりホールドさせられる状況なはずなんですよ。通常、まあ、要するに通常よりも相手が降りる確率、こっちのホールド AKT っていうのはものすごく上がってるっていう状況なわけだから、
ナナポケっていうその微妙な商談バリューあるファンドをどう扱うかっていう問題で、まあ、通常だったらまあ十分ね、あの商談バリューがかなりある、まあ、相手のね、そのエースハイのエーススペード色持ってるとこであったり、まあ、結構ね、まあ、その商談バリューは、ある、かなりあるから、まあ、ナナポケはブラフに回さずターン以降チェックするっていうのは全然いいと思うんだけど、まあ、今回に限りは、まあ、かなり相手が降りるっていう状況、ホールデーキティがかなりあるっていう状況だったんで、微妙なそのマージャルなハンド、ナナポケみたいのは、まあ、多分チェックするより入れちゃった方がその通常は得れてないホールドエクイティのプラスなんじゃないかなって、思いました。ちょっとね、会場に向かいながら反省会する。いやー、だから例えば、まあ、相手結局テンポ系の色なしだったんだけど、まあ、実際それは多分押せば降りたし、まあ、テンポ系ジャックスクイーンズ9ポケとかね、その辺のハンドスペードあったとしても、まあ、ターンで入れちゃえばかなり降りたんじゃないかな。非常にね、ここはかなりね、もう高度な問題ですね。だから通常はチェックして商談バリューを目指すべきハンドを、ホールドエクイティが高まっている場では、相手がホールドする確率がね高まっている時に限り、まあ打っちゃった方が得するよっていう、そういう話。いや、奥が深い。はい、というところで、あと1人ですね、あと1人で今根です。あれ、まあ、今根はね、まあ、99% すると思いますけど、まあちょっとね、そういう心をね忘れずに頑張りたいと思います。さあ、テーブルチェンジになりました。157番、さあね、インマネしました。実はね、座った瞬間にインマネが確定して、ここかな、157番、ここっぽいですね。Day 1終了しました。めちゃめちゃ持ってます。 Day 1終了しました。40万点以上持ってます。で、チップをね、これ紙書いてパックにします。はい、ということでね、 Day 1通過しました。残り188人中1になれば優勝よ。さあ、1位のね、賞金なんと$40,000、5,500万円です。で、188分の1になればそれが手に入る。しかもブレスレットで、マーチャキンは今日は25,000点スタートで最終的に43万点になりました。めちゃくちゃ調子良かった。今12時ちょうど回ったところです。そんな感じで今テーブルがどんどん開いて、みんな帰ってきます。明日はね、この会場じゃなくてメイン、寒いと評判の方で、明日走りたい、マジで。いや、これマジで優勝したい。本当に来い来い、波来ればいいね。波来てほしいな、明日。なんか遠くに黄色い人見えるな。黄色い人